問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。突入する。静かに。音を立てるな。ヶ月もこの調子か。一体いつ水のように。突入する。音を立てるな。水のように隠れた方が良さそうだ。静かに。突入する。みんな集まれ。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。静かに。上で死んでいる。こっちはまずいな。突入。道はまっすぐとは限らない。うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。俺のことは見なかったことにしろ。さあ行け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。音を立てるな。君の忘れるさ。水のように動け。こっちも閉められた。いけないな。気をそらさない。無理だ。大砲に注意しろ。終わりだ。俺まだだ。道を探さなければ。何か考えろ。家来たちが死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。良い戦略だ。この大砲使えるかもしれ。容易ではないな。よかろう。お供しよう。そいつはありがたいが一人でやるよ。何を言う。今の一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。分かった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さないように。草むらや樽、家の中に隠す。忍びに教わる日が来るなんだよな。行くぞ。編み傘をかぶった見張りが見えるから、奴らに酒は通用しない。職務を全うするやつ。承知した。なんてことはない。今の音気を散らしちゃいかん。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。あっぱれ。やるじゃねえか、じいさん。ひょうきんな御仁ではあるが、我が兵に使としてお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて幸運だ。狂いなし。とある峠をたった一人で防衛したことがあるそうだ。塔の銃声に対し死体は15見つかったらしい。それが本当なら俺は上様のお茶組に降格だな。おうおお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。隼人殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ任せな。ここで半分といったところか。うん、見事な腕力。ヤグラ門の上に樽を置く程度、彼なら朝道前じゃろ。失敗は許されない。直ちに。よし、そこに送る必要がある。上様のための刃。